エンゼルス7対1レーズ、日本時間9日、アナハイム。エンゼルスのマイク・トラウト外野手が、珍記録を続けている。8日、日本時間9日、に本拠地で行われたレーズ戦で、リーグトップに並ぶ5号ソロを放つなど絶好調。しかし、今季の5本塁打はすべてソロ、今季から直前を打っていた大谷翔平投手、現ドジャース、がいなくなり、1、2番問題。 も浮上している。写真、トラウトが、日本人スター、と遭遇笑顔満開で、子供の顔に戻ってる。エンゼルスは2点リードの3回、1番からの高打順だったが、先頭のレンドンが中飛、続くモニアックが人頃であっさり西走者なし。ここで3番のトラウトに5号ソロが飛び出した。カウント2月2日から甘く入った92.1マイル、約148キロ。 オバックスクリーンへ。打球速度108.7マイル、約175キロ、の弾丸だった。昨季まではトラウトの前を大家が打っていたが、今期は新たな1、2番コンビが苦しんでいる。1番のレンドンは9試合で打率点162、出塁率点205。最初の5試合で出塁わずか1の不調から脱しつつある。2番のシャヌエルも9試合で打率点074。 出塁率点297。本来は出塁能力の高い2選手だが、うまく機能していなかった。一方で、トラウトの一発は昨季から10本連続でソロ。SNS 上のファンからは、全部ソロって当たり闇を感じる。全部ソロという地獄。悲しい野球マシーン。全部ソロなの哀愁を感じる。全部ソロなのかわいそうすぎるな。得点圏でトラウトが打ってないだけ。 タフなチームだよ、との声が上がっている。